優の横田滋さんがお亡くなりになられました。87歳でした。心より改めてお悔やみ申し上げます。奥様の早紀江さんが報道各社に対しコメントを寄せられているそうで、慎んで読ませていただきます。先日から入院していた夫の横田滋が本日令和2年6月5日午後2時57分老衰のため息を引き取りました。これまで安倍総理大臣をはじめ多くの方々に励ましやご支援をいただきながら北朝鮮に拉致された恵みを取り戻すために主人と二人で頑張ってきましたが、主人は恵みに会えることなく力尽き、今は気持ちの整理がつかない状態です。さらに西岡努さんも救う会の代表としてこういったコメントをお出しになられております。こちらです。痛恨の極みです。拉致被害者救出のため23年間共に戦ってきた者として力が足りなかった、申し訳ないという思いでいっぱいです。横田滋さんが平成9年、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されていることが発覚した後、実名と写真を出して救出運動を行うという困難な決断をされたことで、拉致という大きな闇を明るみに出す契機になりました。しかし5人とその家族は助け出せましたが、めぐみさんたち多数の被害者は未だにかの地に抑留されたままです。一目でもめぐみさんに会いたいという強い意志で2年以上の入院生活で最後の戦いをなされ、力尽きて天国に旅立たれました。必ずめぐみさんたちを助け出します。どうか天国でその時をお待ちくださいということだったんですけれども、改めて西岡さんから一言お願い申し上げたいと思います。昨日今映ってますけど、これは昨日教会で葬儀があったんですけれども、はい、まあ、よく戦ったと、頑張ったと、神様がそう言って、はい、天国でめぐみさん帰ってくるからそれを待ちなさいと言ってくれたんだと、まあ、参列者みんなそういうふうに思ってですね、はい、この写真もそうですし、ご遺体のお顔も拝見しましたけども、穏やかなお顔をされていてですね、最後の時にですね、早紀江さんは耳元で、私も行くから天国に先に行って待っててねと、私のこと忘れないでねと、大きな声で耳元でお話をされたらですね、目をつぶってらっしゃったのそうですけど、若干目が開いたような感じがして、涙のようなものがちょっと流れて、そして息が途絶えたとおっしゃっていたので、多分最後の早紀江さんの声もですね、聞くことができて、そしてまあ天国に行かれたんだというふうに思っています。百田さん、いかがでしょうか。いや、もうことはちょっとないですけどね、もし自分に置き換えてみた場合はもうちょっと想像、胸が潰れそうですよね。本当にこれは悲しいことなんですけど、本当にそれ以上にもう腹立たしいというか悔しい思いがいっぱいですね。私も含めてね、日本人は一体何をしてきたのかと、この20数年間、そういう思いですね。いや本当もう悔しいというしかないですね。ただね、さぞご無念だったろうと、私申し上げるしかないんですが、いや、これもし自分やったらね、私はまだ64ですけど、仮にあと20年後80何歩でこういよいよ自分の人生が終わるという時にね、はい、もうちょっと死んでも死にきれないという思いがありますよね。そうですよね。このこうきっかけに北朝鮮の拉致問題の深刻さにつきまして、再び視聴者の皆様とともに強い認識を、ね、共有していただきたいと存じます。ここで、政府認定と救う会の皆さんが認定されている拉致被害者の方々をですね、改めて振り返ってみたいと思いますが、出ますか、どうぞ。これだけの、ね、数の皆さんが、拉致被害者として認定されているわけですけれどもね、はい、まあ、認定されて以外の方もね、膨大な数の、ね、相当な数いるという話ですよね。この中で、救う会が認定されている方々がこちらですね。このどうぞ出ますでしょうか。はい、寺越昌司さん、加藤久美子さん、寺越武史さん、古川紀子さん、寺越祖藤さん、福留紀美子さん、そして小泉健三さんと、
いう皆様方になるわけですけど、まあ、寺越さん3人は1963年なんですよね。昭和38年、だからあの拉致はあの、まあ、めぐみさんたちが1970年代の後半だったんでね、40年前とよく言いますけど、実は60年代からあったっていうことですね。63年と言ったらですね、ちょうどその帰国事業があった直後ぐらいですね。そうですね、まあ、これはあの3人あの漁師なんですけれども、小さな漁船で漁に出ていて、その日は凪だったんですけれども、あの船だけ見つかってですね、3人が行方不明になったと。そしたら24年経ってですね、はい、北朝鮮にいるって手紙が来たんです。へえ。それで北朝鮮の説明は遭難したから助けたって言うんですけれども、領海の中でそれも磯に網をかけていてですね、それを網を取りに行ったところで、なんで北朝鮮の船がそこにいて助けてもらわなきゃいけないのかと、助けてもらったら日本に返せばいいのに、はい、なんで日本海を渡って北に連れていかなくちゃいけないのかという事件だったんですけども、しかもこれ一番若い人は当時13歳だったんですか。そうなんですよ。だからたけしさんのお母さんがですね、何回も会いに行かれていて、これ今の写真だから、後の写真ですね。そうですね、うん、あのだから手紙が来たから会いに行けたわけですけども、まあ、庄司さんはあの向こうで亡くなったと言われてるんですけども、あの韓国に亡命した元工作員の証言によると、現場で、はい、その外尾さんや武さんをかばおうとして抵抗して、うん、そこで射殺されたと。そして重りをつけて海に沈めたというふうに、工作員学校で俺が拉致したんだと言って教官の先生が言っていたという話で、あのこれは、まあ、拉致を目的にして日本に入ってきたのではなくてですね、多分何か別の目的で日本に入ってきて、目撃されたわけですね。そうですね、見られてしまったという、多分その網をかけたところが上陸地点かなんかだったんじゃないかと思うんですけども、普通は見られたら逃げるんですけども、あのエンジンが早いんですからね、ところ向かってきたというので、そこに何か見られてはいけないもの、あるいは工作員を上陸させたのか、上陸させて警察に通報されたら捕まってしまうということがあったのか、何かがあってですね、向かってきて、その見つかった船の船首のところに、はい、ペンキの跡があったんですね、でそれ調べてみると日本製のペンキではなかったということと、向こうにいたということと、それからあの俺が拉致したんだという教官の証言などがあってですね、拉致間違いないんですけども、北朝鮮に武さんがいて、そしてお母さんが面会に行けているという状況の中で、はい、認定をすると面会に行けなくなるかもしれない、お母さんは認定をしてくれるなというようなことをおっしゃってたり、そういう複雑な事情があってですね、そしてまあ、あの日本政府として今まだ認定してないんですけども、でも例えばあの警察庁長官をやったウルマさんという人がいますけどね、あの北朝鮮人権週間の時の立食パーティーで寺越さんの家族に会ってですね、はい、私は拉致と思ってますよって言ってるんですよね、だからもう専門家の間では拉致間違いないんですけども、たけしさんの身柄をどうやって安全を確保するのか、まあ、日本政府にあの寺越事件の真相究明なしには拉致の解決はありませんよねということを申し入れたら、当時の古谷啓司拉致担当大臣がその通りだと言って、はい、まだ日本政府は認定していないのですけれども、古谷大臣がその現場まで行って視察に行ったりしてですね、日本政府の一定の意思は示してくれているんですけれども、はい、まあその時からずっと拉致があったということで、はい、ただ日本政府も、まあ、これは後で出ますかね、その、まあ、さっき言いますと、その日本政府、まあ、当時の与党自民党もですね、ずいぶんその拉致を認めるのが遅かったですよね。いや、まあだから政治は本当にですね、認めるのが遅かったっていうことだけではなくて、うん、隠蔽の側に加担してたんじゃないか、むしろですよね、というふうに思いますよね。あの拉致はあの横田めぐみさんは1977年ですよね、蓮池さんたちは78年、この77、78年に集中して拉致があったのですけれども、それから10年経って、こう田口彩子さん出てますけどね、大韓航空機爆破事件が、この、10年後 の、その87年の11月にあったわけですね、でその犯人の一人が自殺を図ったけれども生き残って、リウネと呼ばれている拉致された日本人から私は日本人化教育を受けましたと、キムヒョンですね、そうですね、
キム・ヨンヒさんが言ったわけです、それを受けて、88年の3月に、参議院の予算委員会で当時の治安の最高責任者であった梶山清六国家公安委員長が、蓮池さんたち、千村さんたち、そして鹿児島の市川さん、増本さん、3組6人のアベックの失踪事件、あるいは田口八重子さんなどを含めてですね、北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚である、北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚であるという答弁をしたのですけれども、ご存じない方多いと思うんですね。それはなぜかというと、マスコミがそれを黙殺したんです。書いたのは産経新聞と日本経済新聞が小さく書いただけで、NHK と、それから朝日毎日読売は一行も書かなかったわけですよ。そしてその後ですね、2年後に自民党の金丸信という政治家と、社会党の田辺誠という当時の与野党の実力者が平壌を訪問して、時の独裁者の金日成に会うのですけれども、梶山答弁があったわけですよね。その2年後に日本の政府代表が行ったのに、拉致を議題にしなかったんです。私、帰国した曽我ひとみさんから直接話を聞いたことがあるんですけども、金丸さんが来た時、北のテレビで、日本の政治家が来たということをやっていたと、で内心ですね、日本の政治家が来たんだから、日本人のために、発言してくれるはずだと、私を助けに来てくれたのか、と思ったというんです。しかし何も起きなかった、だって議題にしないんですから、その後今ですからマスコミが見捨てた、そして自民党社会党両方の政治家が見捨てた、その後ですね、金丸訪朝を受けて、外務省が91年から 2年にかけて8回日朝国交正常化交渉をするんですが、その主要議題にも拉致は取り上げられなかった。つまり政府が拉致を認定したにもかかわらず、政治もマスコミも外務省も動かなかったんです。それをこじ開けたのが横田滋さん の、その6年後の97年の決断で、先ほど私のコメントにもありましたけれども、名前を出して写真を出して訴えようという決断をした、世論に訴えようという決断をしたわけです。残念ながら日本、私日本を愛していますけれども、我が祖国日本はですね、政府が日本人が拉致されているという情報を国会で答弁したにもかかわらず、全員を助けるという体制はなかったんです。あるいは見捨てていたんです。残念ながらですね、しかし世論を変えれば日本は変わるという決断を横田さんたちがしてですね、他の家族の人たちも実は国会の答弁とかありましたから、拉致ってことをうすうす分かってたわけですけども、専門家に名前を出すと危ないと言われて、危ないと専門家が言う以上、水面下で日本政府が交渉してくれるのかと信じて待っていたけど、何も起きなかったということで、他の家族の人たちも名前を出し写真を出すことを、という決断をして家族会ができたわけです。だから、親はですね、子供たちのために自分が身代わりになってもいいと思う人は多いと思いますが、その時の横田さんたちの決断はですね、親がする行動がもしかしたら愛する息子とか娘の、に危害が加わるかもしれない、しかし本来だったら静かにしてていいですよ、政府がやりますからと言ってくれれば静かにしておきたいですよ、でもこれ以外道がないということで世論に訴えるという決断をされたので、私はそれまで運動というものはやったことなかったんですけども、学者ですから、91年その横田さんの決断の6年前に拉致があるという論文は書いていましたけれども、世の中は全く反応はなかったですけども、でも家族がそのような決断をしたことを見ていてですね、家族を孤立させるためにはことはできないと思って、それで有志たちで救う会を作ったんですよね、そして23年が経ったということです。ここで改めて特定失踪者問題調査会によりますと、多くの拉致が疑われる方々が他にも数えきれないほどいらっしゃいます。それがこちらになるんですけれども、もう息を呑むしかないような数のね、これだけの数の、いやこれは
家族が公開に同意した人でですね、ここまだ公開に同意してない家族もいてですね、ここでも限られるわけですよね、それで警察で家族が拉致の疑いがあるから調べてほしいと言って警察に届けているケースは800人ぐらいいるんですね、まあ、もちろんその中には違う人もいてですね、警察が見つけ出した人もいますから、残念ながら、私たちは誰が拉致されているのかさえ未だに分かってないんです、はいはい、でそれはなぜかというとですね、一番こんなに問題が長引いている一番の原因は立ち上がりが遅かったということです、つまり家族会ができたのはめぐみさんたちが拉致があって20年後ですよね、本来だったら事件というのはその直後に対処すれば解決しやすいわけです、20年経ってやっと家族会ができて、そしてその5年後に、小泉訪朝の時は外務省も使用議題にしたと、しかし今度は北朝鮮が8人死亡、拉致したのは13人しかいないと言ってこれらの人たちを無視するような新たな嘘をついたんですけども、残念ながら外務省は北朝鮮が8人死亡と言った時に調べもしないで横田さんたちを呼んで亡くなってますっていう断定形で通報したんですよね、だからあの時覚えてらっしゃる方もいると思いますけども横田さん茂さんが涙を持ってですね、会見してそれで喋れなくなって早紀江さんが後ろからマイクを取ったという一幕がありましたけども、次の日ですね、安倍晋三さんが当時、官房副長官だったんですけども平壌に同行していて、安倍さんの秘書から電話かかってきて今から行くからと言うんで、私たちみんな東京のビジネスホテルに泊まってたんですけども家族を起こして安倍さんを迎えたら安倍さんが、いや死亡の確認はしていませんって言ったんです、ただ北朝鮮が死亡と言っただけだと、私たちは遺骨でも一緒に飛行機に乗ってくんだと思った、だって政府が亡くなりましたって言ったんですから、ところが確認をしていない、それどころかですね、横田めぐみさんの娘さんと平壌で、外務省の関係者があったわけですけども、その時娘さんが持ってきたのがラケット、ごめんなさい、バドミントンのラケットでね、これがめぐみさんが失踪してた時持ってたものかどうかまず確認しなくちゃいけないわけじゃないですか、そのために横田さんたちに見せないといけないでしょ、そのラケットを借りてくるんでもない、まあ、お母さんの形見だから出さないって言うなら写真撮ってくればいいじゃないですか、写真もないんですよ、それでだんだんちょっと怒りが湧いてくるんですけど、思い出すとですね、外務省は家族をですね、飯倉公館という外務省の施設に9月17日に呼んだんですね、我々はそれを最初拒否したんです、国民と一緒に待つから議員会館で記者会見しながら待つって言ったんですけど、外務省はその時平壌に秘密の電話がかかりますと、だから来てくださいと言って行ったわけです、じゃあ秘密の電話かかるんならその時、こういうラケットです、メーカーはこれですとか言えばいいのに、それも一切しないで、ただ亡くなっていますというふうに断定形で伝えたと、しかし次の日安倍晋三さんが来てくれて、死亡と北が言ってるだけで死亡の証拠はまだないんだと、ということが分かったんで緊急会見をして死亡と言わないでくださいと、死亡者じゃない遺族と言わないでください、ということは言えたのですけれども、つまり残念ながら小泉訪朝の時も全員救出するという体制が政府にはなかった、それがいつできたかというと第一次安倍政権の時に拉致担当大臣が置かれて、今菅官房長官が兼任してますけれども、そして専属の私たち外務省の外に作ってくれといたんです、そういう不信感がありましたから、外務省の担当では困ると言って、そしたら本当に担当大臣ができて外務省の外に、総理大臣を本部長とする拉致対策本部ができて専従の事務局ができて、今そこが情報活動や啓蒙活動をやっていて、それから、拉致議連の先生たちが中心になって北朝鮮人権法という法律を通して、日本政府や地方公共団体が拉致問題の啓発活動をしなければならないと思うんですね、それまでは我々が国民から乾杯いただいて国民集会やってたんですけど、その後は政府が義務になったわけです、で北朝鮮人権週間というのもできたんで、僕らは講師として行くだけになりましたけども、東京の国民集会は私たち主催でやってますが、
まあ、そういう体制ができたのが40年の中の最後の10年なわけですよ。ようやくですもんね。だから立ち上がりの時に拉致担当大臣を拉致が分かった時に置けばね、こんなことにはならなかった。しかしその体制を作る戦いを家族がせざるを得なかった、はい、そこがね、という拉致が明らかに ならなかったから、時間かかってんじゃなくて、国会答弁はあったのに、分かってたんだね、日本中が動かなかった。それを動かしたのも当事者の家族だった、その戦いの中で茂さんは、もう手帳を見るとですね、スケジュール帳真っ黒なんですよね。呼ばれるとこどこでも行くと、まあ、世論を盛り上げるという選択をしたのに世論が盛り上がらなかったら娘に申し訳ないということで、しかしもう早紀江さんの方が音を上げちゃってですね、ちょっと疲れたから、お父さんもうやめてよと言って、それで息子さんたちもお父さんに少し、減らした方がいいと、私もそんなこと申し上げたんですけど絶対聞いてくださらなくてですね、そうです、娘のためにできることは最後までやると言って、走り回られて、そして体が蝕まれて、そして、まあ、2年前に入院されてですね、最後の1年間は胃ろうで、口からは栄養が取れない状況で、でも胃ろうにする時も本人の意思を確認したら、やっぱりめぐみさんを待ちたいから、どんな体になっても待っていたいということで、今度はめぐみさんを待つ、生きてめぐみさんを待つという最後の戦いを2年間ベッドの上でされて、そしてまあ力つけられたということですけれども、はい、まあ、だから先ほど申し上げたように神様がもういいと、天国で待ってなさいと、よく戦ったと、はい、いうふうに言ってくださったんじゃないかと。まあ、早紀江さんもお父さんよくやったよね、やらなくちゃいけないことは全部やったよねと、言って、送り出したと言ってましたけど、はい、私はその通りだと思いますし、はい、しかしじゃあこの40年間を総括した上で私たちが何をしなくちゃいけないのか、北の地で日本人が捕らわれている以上、一人でもその人たちがいる間は解決じゃありませんから、僕はよく思うんですけど、この茂さんの話になると拉致問題が浮上しますけどね、本来ならめぐみさんのことを考えなくちゃいけないんです。横田さんたち両親のストーリーじゃなくて被害者のストーリーなんですね。だから先ほどの写真の中にもあるんですが、親がいない人もいるわけです、はい、あるいは北朝鮮は家族がいない人を狙ったというタイプの拉致があるわけですね、ハイノリとかね、ハイノリ、おっしゃる通りそうです、ですよね、とでそういう人も助けなくちゃいけないんです、はい、当然そうです、ね、我々が横田さんたちを助けるんじゃなくて、向こうにいる人たちを日本国が助ける、はい、という、ことにならなくちゃいけないのに、横田さんたちが一生懸命やってるから横田さんたちに頑張ってくださいという政治家の人がいたりしてですね、それが違うじゃないかというふうに思うんですが、しかしそれでも横田さんはもうニコニコしてありがとうございますと言って、よろしくお願いしますと言って、ずっとまあ体をすり減らして活動されてきた、まあ私も横で23年間一緒にやっておりましたから悔しいですけれども、はい、しかしだからこそ負けられないというふうに強く思っています、はい、ありがとうございます、ここでですね、その北朝鮮の現在の半島情勢に目を転じてまいりたいと思いますが、視聴者の皆さんもご関心が高いと存じますが、ここ数ヶ月、金正恩氏の一時ですが死亡説が話題となりました、この件に関して西岡さんのご解説をいただきたいんですが、現在このような状態だということなんですけどもね、まあ、もちろんその死亡はしていないということですよね。そして渋滞情報を誰かが意図的に流したのではないか、そして手術はしたが回復した、さらに後継者として妹のキム・ヨジョンの地位を上げたとありますけれども、これは西岡さん、まあ、私は手術はしたけれども、手術して療養中だったと、死んではいないというふうにずっと最初から言ってたんですけれども、はい、出てきてですね、でも右腕に赤い傷跡がちょっと写真で見えたんですね。でそれはカテーテルを入れてですね、心臓を手術する時の傷跡に似ていた、で
から、まあ、心臓の手術を受けたのは間違いないと思うんですが、はい、その後 そしてまたアメリカがそのことを掴んでいたわけですね。で CNN にアメリカ政府がリークした、はい、重体だとリークしたんですけども、だからアメリカが手術をしたってことを知ってるってことになったんで、今度は北朝鮮の権力内部で一体誰が漏らしたんだと、はい、手術をしたということを知ってる人はごく限られてるわけです。そうなりますよね。でこの番組で前お話しさせていただきましたけれども、実は金正恩暗殺未遂事件が何回か起きてるわけですね、はい、あの側近を信用できなくなってるわけです、与正恩妹だから妹を重要して横に置いているんですけれども、あの例えばですね、あの、2年前だったと思いますけど、あの護衛司令部という金正恩のボディーガード部隊があるんですね、はい、あの大規模な軍ですけれども、その司令官が公開処刑されたんですね。あのその理由はですね、北朝鮮が核実験をたくさんして、トランプ大統領と金正恩の間で戦争直前まで行ったですね、2018年ですね、はい、実はその護衛司令部の幹部のスマホの中に、はい、位置を衛星で知らせる装置が入っていて、で金正恩がどこにいるかということの情報がアメリカに漏れていると。あ、でつまり護衛司令部の中にアメリカのスパイがいるのではないかと疑って司令官が処刑されたということがあったんですけれども、そういう中で今度シーズンの情報が漏れていると。今度はだからその後どうも手術した後何日か経って回復したようなんですが、今度は意図的に誰が漏らしたんだということをあぶり出すためにいろんな情報を流し、中国共産党がですね、公式には言わなかったんですけども、非公式に重体だ死亡だという情報をいっぱい出したんですね。中国ですか。でそれはもしかしたら北が中国には重体だっていうのを出し、韓国には元気だっていうのを出し、だからそうするとどっちを採用するかで、どれがスパイなのか、なるほどね、というようなことが分かるためにやったのか、まあ一種の情報戦ですね。そういうことが激しくあって、しかしとにかく健康がそれほどあんま良くないということで、与正の地位がどんどん上がっています。でこの、 あの、6月になってからですね、6月の4日に、キム・ヨジョンの名前で、あの韓国を罵倒する談話というのが出たんですけども、まあ、韓国の脱北者の人があの風船にビラをつけて真実を伝えるということで送ってるんですね、実は私も一緒に送りに行ったことあるんですけど、拉致被害者の写真とかさっきつけてですね、知りませんかってやったことあるんですけど、それについて許せないと言ってですね、文大統領と金正恩が合意した南北軍事合意などを破棄するぞと言ったんですけど、これはですね、北朝鮮は唯一指導体制といってですね、ただ一人、独裁者はただ一人で、唯一指導体制、首領様が全てを決裁すると、それ以外の幹部は結論を出してはいけないと、ただ言われたことを実行するのが幹部だとなってるんですよ。ところが与正氏が、ジョンが合意したことについて破棄するという談話を与正の名前に出した、それ2人目の首領になったということで、内部でですね、最近の情報によると与正氏のことを党中央と呼べという指令が、宣伝先導部の作家や芸術家たちに降りたという話があります。また別の情報だと、あの一号批准っていうものがあるんですけど、一号っていうのは狩猟のことなんですね、で全てのものが一号批准がないとやっちゃいけないわけです、テロをするとか拉致をしてこいとか、まあ、全てそのこれは批准がないとか、お金を使うことについてもそうなんですね、会長の決裁からなかんとやってね、だから、あの朝から晩までサインしてるわけです、手が疲れるからサインを、似たサインをするやつ横に置いてもしてるようなんですけども、で疲れ、そして月曜日はあの経済のこととか、火曜日はあの国内政治とか国際問題とかやって、金曜日の夜あの酒飲みパーティーをやるっていうのは金正恩の習慣だったんですけど、金正恩はもっとなんか毎晩飲んでるようですけど、あの
その1号批准を今ヨジョンがサインしていると、はい、はいう情報もあります。ということはもうすでに、はい、自分の意思を示すことができない状況という、まあ、今いつ倒れてもおかしくないぐらい、うんの心臓の病気ですから、うん、もう出てきてますから、出てきた人が偽物だとは私は思わないので、うん、出てきたということですけれども、はい、病状はかなり重いと、うん、で彼は今11歳の息子しかいないんですね、うん、だからその11歳の息子が元気に、まあ、成人するまでの間自分が、うん、できないかもしれないと、うん、だから後継者をに与正を指名したと。で後継者に指名されるとやっぱり後継者の方が権力がついてくるわけですね、うん、それにもかかわらずそういうことをしているというのは相当健康に自信がないのではないか。そういうことですよね。もう自分がだからもう決済はできない状況ですよね。しかしですね、その仮に妹のこのキム・ヨジョン氏が、うんまあ、後継者になったとして想定される問題が多々あるということなんですが、うん、それがこちらですね。どうぞ出ますか。はい、キム・ヨジョンが指導者になるととありますが、うん、粛清を中心に指導してきた、うん、中心的に指導してきた、うん、恨みや不満がある部下が多い、そして政治的混乱が起きる可能性が高いと、まあ、だから与正氏が中心になって、はい、第7回党大会の後ですね、忠誠心の強い金正日時代からの老幹部たちをどんどん粛清してたんですね、うん、最初は国家保衛部という政治警察のトップがやられまして、その後軍の総政治局長という軍の中の党のトップですね、その人がやられ、そして先ほど言った護衛司令部というボディーガード部隊もやられ、どんどんみんな側近を信用できなくなって次々に首を切っていったわけですね。そうすると中心的にやってきたのがこのキム・ヨジョンですか。だからそしてトップが切られるとそれにつながる部下もみんな一緒に殺されたり、あるいは収容所送りになる、うん、北朝鮮は家族連座制ですからね、家族親戚も一緒に収容所に送られたり、その遠い親戚は出世ができなくなって殺害されたりということがある、とみんな恨みを持つじゃないですか。そうですね。あとソビエト時代はですね、スターリンの粛清がたくさんありましたけど、単に粛清だけじゃなくて当然、まあ、変な言い方ですけど拷問がありますよね、うん、それでそのお前の仲間は誰やと、吐けと、拷問に耐えられる人間ってまあほぼいませんから、まあ、それで、もう好きな名前、好きな名前とか名前、いろんな名前言いますよね、やっぱりね、少しでもやっぱり痛みを和らげるために。だからそう、僕は当然こう北朝鮮でもそういうことが起こらないと思うんで、だから先ほど言いましたように、その国家保安部ですか、保安部じゃないか、その国家保衛部、これの司令官が人は、これは護衛司令部、護衛司令部が殺された、司令官が殺されたんだってことは、当然その司令官、お前の仲間はおるはずやというふうに、まあ、相当な拷問を受けてるんでね、やっぱりいろんな名前言います。そこからもう次々こうやられてる可能性ありますよね。でそういう時に、実際はスパイじゃないのに、自分のライバルだった人間の名前を言ってですね、取締る側が、それを粛清すると、そうするとやられた側は恨みに持って、次はあいつがスパイですよって中心すると、そういうことがどんどん起きるんですね、はい、チャンソンテクが殺されましたけど、チャンソンテクも実はものすごい人を殺してるんですね、だからそういう やるかやられるかななんですけども、しかし今その中心にやる大粛清をやっているのがヨジョン氏ですから、まあ、恨まれていますよね、そしてやっぱり儒教文化圏ですから女性がトップになるということについて一定の抵抗はありますけれども、しかしもうこれしかないということで、はい、金正恩は決めてヨジョンで行こうとしているわけですけれども、まあ、金正恩が生きている時々出てきますからね、映像でを示して出てくる間はまだ、はい、大混乱が起きないかもしれませんけれども、まあ、金正恩が姿を見せられなくなって、その後与正政権に私はなると思いますけど、その後が長続きするかどうか、不安定要素が大きいということですね。そうですね。まだ息子は11歳ということですから、うん、これがまた大きくなったら当然権力争い、おばと甥の権力争いっていうこともありますよね、ただその息子について、まだ宮廷内の内部の話ですけどね、一応ドラマみたいでね、その息子は今のイーソルジュという第一夫人の息子ではないと、
別の人の息子であってそれを育ててるのがヨジョンだと。というややこしいですね。ややこしいでしょ。だからそうすると今度第一夫人とヨジョンの間でもなんかあるかもしれないとか、ややこしい、まあこれは宮廷の内部に一番深いところの話ですからよくわからないんですけども、まあ、あのそういう情報もありましてですね。ちなみに第一夫人には子供がいるんですか？あの言いますけど女の子だって言うんですね。これがまたややこしいですよ、あの昔中国では漢の劉邦がね、死んだ時に、その妻が劉邦夫人、ね、そう、それがその、第一夫人が、劉邦の愛した妾を関夫人でしたね。もうめちゃくちゃしますよね。もう四季呼んでたらもう吐きそうなぐらいもあれ身の毛もよだつ、身の毛もよだつことありましたよね、確か人定の刑という別でしたよね、もうあれ怖い、いやだからまあまあもちろんもうその、そういう権力争い、醜い権力争いっていうのはもう歴史上に多々あったわけですけど、それが起こる可能性があるような感じですね、今見てますと、まあ、そういう血縁関係になりますね。そうですね、でも、まあ、政府に言いたいのはですね、我々拉致の話ですからですけども、じゃあ、ヨジョン氏が一体拉致の実態をどこまで知っているのか、そして日本政府の立場をヨジョン氏に正しく伝えられるルートがあるのか、あるいは彼女が、対日関係、対米関係についてどのような考えを持っているのか、ということをまず探り、そして被害者が今どこにいるのかという所在情報をぜひ取ってほしいと、混乱が起きた時には助けに行くことも考えなくちゃいけないわけです、平時にはそれは無理ですけれども、混乱が起きた時は例えば米軍はですね、核兵器を確保しに、北進する軍事作戦計画を持ってるわけですよ、テロリストに渡ったら大変ですから。私は10年ぐらい前アメリカの国防総省に行ってですね、その幹部の人たちと懇談の席で、担当直入にあなたたちは5029作戦計画というのを持ってると、それは北朝鮮が混乱が起きた時北進するんだろうと、その作戦計画の中に拉致被害者を救出するミッションが入ってますかと聞いたんです。そしたら、幹部がニヤッと笑ってですね、プロフェッサー西岡の言うことはよくわかると、しかし作戦の内容は秘密ですって言いました。つまりすでに第一次安倍政権の頃からですけど、水面下でそうした時にどういうことができるか、じゃあまずこちらが名簿を渡さなくちゃいけないし、場所の情報を渡さないと、少なくともここに爆弾を落としてくれるなと、いうことは言えるようにしとかなくちゃいけないわけですね。そして今まあ法制が整備されましてですね、邦人の移送は自衛隊ができることになりましたから、例えば北朝鮮が平定されて、その国の政府の承認が必要なんですけども、政府の代わりに国連軍司令官、つまり米軍司令官が政府を代行していて、許可を出た時に自衛隊が海外で日本人を移送するということは実はイラクでもうやってるんですね、でそういうシミュレーションは、政府の中でもされていますの で、でそれは集団的自衛権の一部を行使することができる法改正をしましたので、そういうことをアメリカに日本人の安全のために物を頼むときにですね、もう軍事のことっていうのはお金じゃダメなんですね、日本の自衛隊がグアムの基地をミサイルで守ったと、北朝鮮のミサイル弾道ミサイルを日本が撃ち落とすと、アメリカもできますけど、アメリカは忙しいからそこは日本に任せると、いうことになる、あるいは沖縄の基地に、工作員が来てテロをやろうとしたら自衛隊が不正だと、その結果作戦がうまくいって米軍の被害が少なくなったと、じゃあめぐみさんのために日本の言うことも聞いてやろうか、で自衛隊が行くというなら許可しようかということになるんです、だからそういう点で安倍政権がやったですね、私は本当集団的自衛権全部フルで行使できるようにした方がいいと思いますが、一歩一歩ですから、行使できるようにしたことで対米発言権が上がったわけですね、アメリカの言うならになってるんじゃなくて、こちらがやれることを増やして発言をするということをしなくちゃいけないと、わずかずつでもね、よろしいですか、これはもうずっとその拉致被害の私は大きな疑問なんですけども、まあ前にも西田さんにお伺いしたことあると思うんですが、
まあ、その一説にはもう800名を超えると言われているすごい数なんですけども、このラジエの目的は何やったんですか。まあ、一度なんかこの話した記憶がありますけど、はいはい、あのですね、まあ、まず寺越系事件のようにですね、まあ、突発的ですね。そうそう、これは秘密を隠蔽する、目撃者を消すという意味でね、はい、というものが、うん、あり、まあ、これは計画的ではなかったです。そういうことですね、はい、それから先ほどちょっとあのおっしゃいましたけど、灰の井ですね、灰の井って警察用語でよくご存知ですけど、はい、あの日本人の戸籍を乗っ取ってその人物になりきるというやつですね。そうですね、はい、あの新元祖という工作員が原忠明さんになりすましてパスポートを持って動いてましたよね。その2つについては分かってたんですけども、うん、ちょっと奇想天外だったのが、あの北朝鮮人の工作員を日本人化する、あるいは中国人化する、あるいはタイ人化する、はい、それを現地化というんですけどね、うん、現地化を徹底的にやれ、そのために現地人を連れてこいという拉致命令を1976年に金正日が出すんです、それで、あの77、78年に拉致が日本でも集中的にあって、はい、田口八重子さんは金平一という工作員の日本語の先生じゃなくて日本人化教育の先生だったんです、横田めぐみさんはキムスッキという工作員の日本人化教育の先生だった、そしてキムヒョンヒとキムスッキは実はマカオから出した中国人から中国人化教育も受けてたんです、あるいは、韓国の外国語大学ですね、アラビア語を教えてた先生が、実は北のスパイだ、あの中東に行ってアラビア語を学んでですね、そして国籍選択をしてフィリピンに行って、アラビア系フィリピン人という、ややこしいロンダリングで歴史を持って韓国に行って、韓国語はできるから、あのアラビア語を韓国の外国語大学で教えてたというスパイが捕まっています、あるいは、北朝鮮の反潜水艇っていうのがあるんですけどね、あのスパイが行き来する、それを韓国海軍が見つけて撃沈して引き上げてみたら死体が出てきたと、何だこいつはと見たら外国人登録証があって、マレーシア人としてソウルに住んでた男だと、マレーシア料理店をやってたと、それが工作船に乗ってたんですから北のスパイだったというような現地化をやれということがあって、その共感として、拉致が行われた。ただそれでもな、それでもやっぱりわからん部分もあります、というのは、例えば現地化と言いますけど、ただ例えば日本人化と言いますけど、日本にはですね、もう当時から2世3世の、北朝鮮人が山ほどいたわけですよね。朝鮮総連系の人ですね、で実際そういう2世3世の人たちはですね、もう日本人学校に行ってる人で、もうほとんどその、まあ、外見も似てますけども、あの言葉とか、そういうのは完全に日本人としての文化を持ってる人もたくさんいますよね、だから何もそういう危険を犯さなくてもいいということもあるんですが、あともう一つはその例えば、まあ、横田めぐみさんのケースなんかでも、これ13歳の中学生ですよね、これさらう理由が今までの話聞くと ないような思うんですよね。常識的に考えるとそうなんですね、それで、まあ、朝鮮総連系の人について言うとですね、秘密を守るということが絶対必要で、一度工作機関に入れたら出しちゃいけないわけです、その現地化をやってるってこと自体絶対秘密ですから、で総連の人たちは行き来しますけど、その人たちをさらって返さなくなったら総連の中で口コミで広がっちゃいますよね、だからそういうことが一つある。それから、今 あの13歳、ということですけどね、その辺が謎だったんですけども、私あのキムヒョンヒさん大歓喜爆破事件の犯人に会ったんですけども、 あったんですか、何回も会って話聞いたんですけども、まあ今ソウルで暮らしてますからね、そうですね、はい、あの彼女の話だとね、当時はですね、もうずっと気違いみたいなもんなんですけども、世界中の人たちが主体思想っていうのはいい思想で、あの、さらってくると主体思想がいいから洗脳されちゃうと、だから現地化っていうのは2種類あってですね、キム・ヒョンヒさんみたいな北朝鮮人を日本人に化けさせるだけじゃなくて、日本人をさらってきて頭の中を主体思想にしてまうと、その現地化された工作員になると、そういうプロジェクトがあったというんです。で13歳のめぐみさんはそちらではないか、そしたら
帰国したですね、地村さんの奥さんの富貴恵さんの話でですね、工作員になれと言われたと。それで田口彩子さんはなりたいと言って、なったら海外に行けて、もしかしたら息子に会えるかもしれないと思って手を挙げたと、ところが、工作員外国人を工作員にするというプロジェクトがあったんだけれども、レバノンから拉致された4人がいるんですけどね、そのうち2人が海外に演習でですね、工作員になる、行った時にユーゴスラビアに逃げたんですよ。普通に逃げますよね、逃げて、それで拉致が発覚してしまった、ということがあって、やっぱりもう外国人は工作員にしても外国人出さないということだったんですね。だから成人のやつはダメだということになって教官にすることになった、だからめぐみさんのケースはそうではないか、だから橋幸さんも同じようなこと言ってますね。だから現地化には2種類あって、洗脳してしまって、でも淀号のね、犯人たちはね、ハイジャックの、ね、ハイジャックの工作になってますからね、なっちゃってる、だって淀号の犯人が有本さんたちを拉致したんですから、だからそういう思想的におかしい人たちを洗脳することは簡単にできたけれども、普通の人はできなかったということかもしれないですね。なるほどね。改めて、拉致被害者救出のため西岡さんが会長を務めの救う会では皆様の署名と支援を、募っております。それはご連絡先こちらになっております。はい、このバッジもそこで売ってますんで、はい、安倍総理もつけてる、はい、ブルーリンバッジぜひ皆さんつけていただければありがたいです。はい、改めて、ご注目ください。よろしくお願いします。